トリア 3DLC is coming! ついに発表されました。ビクトリア3の DLC 第1弾。DLC、いや、イマージンパーク。の名は、Voice of People。イエーイ！昨年のビクトリア3リリースから半年、待っていたぞこの時を。しばらくは無料アップデートを繰り返すのではと不安で不安で。このイマージョンパックでビクトリア3が盛り上がってくれると嬉しいね。今回は動画編集時点で公開されている情報をサクッと見ていくよ。お願いします。まずは基本的なところから、発売日は5月22日、すでにSteamでは予約受付開始中だよ。対応が早いぜ。ビクトリア3本体のグランドエディション版を購入した方は、エクスパンションパスを保有済み、ほらすでにあなたのライブラリの中に。本当だ。あとは発売日を指して待つのみ、1ヶ月なんてあっという間だ。でも最近のパラドゲー DLC ラッシュで私のお財布が。そこは家庭内総生産を上げてもらうとして、早速内容をチェックしていこう。まずは、プレデカワージティーダース。今回の DLC では60人以上の歴史人物が追加。第二帝政皇帝ナポレオン3世に、赤きローザことローザ・ルクセンブルク、ソビエト社会主義共和国及びソビエト連邦初代人民委員会議議長、ウラジーミル・レーニン、さらに中国革命の父、孫中山こと孫文と、おお、そうそうたる顔ぶれだ。彼ら彼女らは、アジティダースのロールを持って登場。活動家ってやつですね。バニラでは政治家しか用意されていなかったけど、新要素として政府に関わってくるよ。お、ブルードンだ。詳細は次回以降の開発日記で触れるみたいだけど、各々が持つイデオロギーに沿って政治運動を展開するとのこと。従来は利益団体が持つイデオロギーを民衆が支持するトップダウン方式だったものが、アジテーターが民衆たちを集めて政府に声を届けるボトムアップ方式に、政治へのアクセスが変わってきますね。さらに既存の利益団体のリーダーに据えたり、部隊の指揮を任せたりも可能みたい。このボタンですか、政治家と同じ役割も担いそうですね。必要なイデオロギーを持つアジテーターは政府画面の UI から採用可能。この右側の丸枠をポチると、さあ、評議会共和制を制定したいあなた、レーニンを採用するチャンスです。ふむ、活動家を国家に招くのか。招待の可否はタイミングなのかイデオロギーなのか。誰でも常に採用とはいかないみたいだから、気になるアジテーターはアウトライナーにピン止めだ。チェックチェック。しかし、一方でプレイヤーが望まないイデオロギーを持つアジテーターが紛れ込むことも、自国でポップしたりするのかな。このままでは危険な思想が民衆に広がってしまう。そんな時はアジテーターを国外追放。これで民衆たちにイデオロギーが広まることもあるまい。それこそ急進派が爆増しそうですが、採用と追放がどのくらいの頻度とコストで実行できるか、要チェックだね。そんなこんなで政治運動は加速。民衆たちの声は高まり、ああ革命の時、うわあ街が、ああと、大きな変化には大きな代償が伴うのは変わらずと。でも従来の革命とは様相が違いますが、ストライキみたいな感じなのかな。革命のタイマーも刷新されてますし、こっちは 1.3 アップでの内容だね。過去の開発日記で公開されてるから、気になる方はチェックしてね。アジテーターについてはここまでにして、続いてはこちら、フィーブアフランス。おー、フランス版じゃーい。フランス好きの皆様お待たせしました。今回のテーマはフランス。フランスしか勝たん。もちろん追加されます。新しいイベントやディシジョン、この時代を代表する様々なトピック、パリコミューンやドレフィス事件、フランス王位継承争いなどの国内の事件はもちろん、領土拡張にスポットを当てたジャーナルも。どのくらいのボリュームになるのか楽しみですね。ビクトリア3の根幹でもあるイデオロギーには独自のものが追加。ナポレオン・ボナパルトとその一族を皇帝に据えようとするボナパルティズムに、オルレアン家が擁護者となった立憲君主主義を目標とするオルレアニズム、サリカ法典に基づいた王位継承を支持するレジティミスムと、揃い踏みですね。フランスの歴史や政治が好きな方にはたまらないんじゃないかな。システムだけではない、 UI もフランスをテーマとしたデザインに、マップにはフランスをイメージしたディテールが施され、各種フレームなどもブルーとシルバーを基調としたクールなデザインに。おお、かっこいいですね。やっぱり青なには青、青しか勝たんわけ。おおう、ガラッと雰囲気が変わりそうですね。街並みの雰囲気もガラッと変わるよ。フランス風の建築物が立ち並ぶのだ。おしゃれ。これはズームしながらプレイしたくなるね。ゲーム終盤でどこまで高密度になるのか楽しみだ。景観が壊れちゃう、やばいやばい。でもフランスプレイでの没入感はかなり高まりそうだね。あとはリプレイ性にも期待したいですね。さらにマップの回収も実施するとのこと。これは無料アップでの内容でしょうか。そうじゃない。どのくらい変更が入るのかはこれからの情報次第だけど、1.2 と 1.3 のフランスステート比較はこんな感じに。もうかなり構成が違いますね。道や山岳などの地形も変化してるけど、他に何か変わってるのかな。気づいたら教えてね。そんなイマージョンパック、ボイスオブザピープル。予約開始中、ストアに急げ。今なら先行予約特典として、ラストサムライのモデルにもなった、ジュール・ブリュネ。
第一次世界大戦で首相を務め、バリ講和会議を主導したジョルジュ・クレマンソー、リベラル思想を研究し、アメリカのデモクラシーを記したアレクシド・トクビル。よし、宣伝は完璧だ。案件でもステマでもないけどね。案件お待ちしてます。切実か。最後に開発日記でイマージョンタックの構想について記載があったから見てみよう。イマージョンパックの重視するものが没入感、イベントやジャーナル、各種ビジュアルなどのアップデートが今後も中心になるみたい。さらにインパクトのある機能やシステムも含むけど、大幅なシステムの刷新は無料アップデートで実施する方針だね。なるほど。バニラでのゲーム体験は拡充しつつ、イマージョンパックで国家や地域でのゲーム体験の質を高めていくわけですか。今回もアジテーターの機能自体は無料アップデートに含まれるけど、特定のインタラクションはイマージョンパックに含める予定だとか。へえ、なかなか細かい切り分けになるんですね。これまた詳細は続報まで。だね。で、ヴィクトリア3の開発体制を3つのサブチームで実施していて、現在リリース中の 1.2 は、マシニストチームが担当し、今回のアップデートイマージョンタックは、アカデミックスとアーデザンズチームが主担当。前者はシステム設計などの作り込みがメイン。後者はストーリーデザインとスクリプトコンテンツに、アートに焦点を当てた開発がメインと。きちんと担当を分けているんですね。今回は内政と歴史への没入に重点を置いたチーム構成だね。ふむふむ、確かに法律周りは無料アップデで修正が入りますが、新システムとしては今のところアジテーターだけですもんね。その分、マシニストチームは、さらに次のアップデートに向けて作業を開始してるとのこと。ということは、1.4 が、また大きなシステム追加やバランス調整が入るかもね。ほら、ワクワクしてきたぞ。で、ここからは素直な感想。内容はすっごい魅力的だし、ワクワクするんだけど、このペースでいくと、全国家や地域へのコンテンツ追加はすっごい時間がかかりそうだなぁと。確かにフランスはこの時代の顔の一つではありますが、アメリカ、イギリス、プロイセン、オーストリア、ロシアなんかも同じくらいのボリュームはあって叱るべきだし、飛躍という点では日本だって欠かせない。逆の意味では支援もありますが、アジアアップではなぁ。誰かアジア歴史マニアをスタッフとして採用するんだ。とはいえ、ヴィクトリア3のゲームデザイン的にも、さらなる没入感はぜひとも欲しい。無料アップデにもそういった要素は含めて欲しいところだ。プレイヤー全員が拡張パックを導入するわけではないからね。とにもかくにも、まずは5月22の発売日を全裸星座で待つべし。全裸。当チャンネルは健全です。また気が向いたら、アップデ情報をまとめた動画を出すかもしれないので、チャンネル登録して気長に待っててね。よろしくお願いします。それでは、チャオチャオ。